目指せコンパクトシティ東戸塚。こんにちは、東戸塚まちづくり開発委員会事務局の藤吉祥子です。ここからの時間は目指せコンパクトシティ東戸塚。この番組では東戸塚の街はどのように生まれたのか、これからどうなっていくのか、そしてまちづくりとはどのように進んでいくのか、より良いまちづくりを目指して東戸塚のまちづくりにまつわるトピックスをさまざまな切り口でご紹介していきます。モレラ東戸塚スタジオから生放送でお届けしています。皆さん、今日も東戸塚の街の話題を素敵な楽曲とともにお届けしますので、1時間の間最後までお付き合いくださいね。先日も地域のイベントにお出かけしてきますので来ましたので、その様子もお話ししていきます。ということで、今日も温度湿度が高いです。この週末というか連休はね、海はにぎわったのでしょうか。全国的に梅雨のようなはっきりしない天気が続きますが、気を取り直して今日のオープニングナンバーをお聞きください。松田聖子でひまわりの丘。オープニングナンバーお送りした曲は松田聖子でひまわりの丘でした。東戸塚のまちづくりにまつわる話題をお届けする目指せコンパクトシティ東戸塚、生放送でモレラ東戸塚スタジオからお送りしています。ここで FM 戸塚の放送を聞くための方法をお知らせしたいと思います。 FM 戸塚の番組はパソコンやスマートフォンでも聞くことができるんです。ホームページにアプリのダウンロードやパソコンで聞く方法を紹介しています。災害時にも役立ちますので、ぜひ皆さんアプリをダウンロードしてくださいね。 FM テというアプリです。また番組へのメッセージをいつも受け付けています。リクエストもね、お寄せください。ホームページのリクエストフォームから、またはアドレスメールアット fm-totsuka.com、 メールアット fm-totsuka.com までお寄せください。ということで、モレラ東戸塚スタジオから生放送でお届けしていきます。ここからの時間は定番のぐるりコンパクトシティ東戸塚のコーナーです。東戸塚まちづくり開発委員会の組織は東戸塚駅を中心として 1.5km 圏内の連合町内会の会長の皆さんが理事でいらっしゃるのですが、その理事の皆さんのご出演で地域の成り立ちや現在の様子をご紹介したり、その地域のトピックスを取り上げるコーナーになっています。東戸塚駅周辺地域を訪れて取材をしたり、またレポートしたりしながら、その土地その土地にまつわるトピックスをお届けしていきます。今日はですね、先日、日曜日7月17日に開催された前田町町内会による夏祭りのお話をしたいと思います。ちなみにこれ取材もですね、 FM 戸塚のパーソナリティのあゆらさんが取材してくれたので、来週の火曜日もちょっとその音源をご紹介したいと思いますが、取り急ぎ私の方からご報告します。さて、その前にまずこの前田町町内会というのはどこにあるのでしょうかということで、戸塚区の川上地区連合町内会というところがあるんですね。その川上地区についてご説明をね、前もってしたいと思います。横浜市でいうと北側にあたります。戸塚区のやや南側に位置して、 JR の線路と横浜新道に挟まれた秋葉町、そして前田町から構成されています。その歴史はですね、結構歴史が素晴らしいんですね。まずは古くは神奈川県鎌倉郡中川村が今の前田町と秋葉町になったということです。中川村はその中でも前田町が一番古くてですね、秋葉町はその後に誕生したということです。かつては旧川上地区は平戸長屋川が国道1号線、東海道線に並行して流れ、
小高い山々が連なり、田んぼや畑が広がるのどかな農村だったそうです。まずね、遡った歴史をご説明しますが、昭和10年ですね、今の秋葉第四公園付近の500坪という広大な敷地に千匹屋が誕生したんですね。皆さん千匹屋知らない方は いないと思うんですけど、誕生の土地なんです実は、当時では珍しい果物、バナナやパイナップルを栽培していたということなんですね。写真も残っておりました。あの川上の100年史という、記念誌があるんですけれども、そちらの方にも写真を掲載しています。また昭和35年になりますと、世の中が高度成長期に入ります。川上地区周辺で工業用地の整備が進み、国道沿いに多くの企業が誘致されます。横浜市の誘致により、高級陶器メーカーの大倉陶園が、東京都の大田区から戸塚区の秋葉町に移転してきます。それが昭和35年頃ということですね。当時ね、河川の氾濫などがありましたけれども、まあ、広大な敷地と自然に恵まれて発展してきた土地だそうです。昭和37年頃には大手自動車照明部品メーカーの小糸製作所横浜工場が前田町にて創業を開始しました。いずれ昭和42年には小糸工業本社となります。まあ、昭和40年、味の素中央研究所戸塚分室があったんですね。ここにできたということです。ちょうど線路沿いですね。今は大きなグランドメゾンというマンションが建っています。昔そこ味の素の中央研究所だったんですね。すごいですね、一流の企業が誘致をしていた時代なんですね。その他にも紀文食品横浜工場やいすず横浜工場があります。またね、住宅の開発としては昭和52年1977年ですね、前田ハイツ約440の世帯が、の集合住宅ですね、前田ハイツが完成します。住宅の開発というのが今の前田ハイツが、まあ、スタートなんですかね。今も前田ハイツ ありますけれども、秋葉町前田町の緑豊かな丘陵地帯で宅地造成開発事業が始まってきます。現在はですね、住宅が立ち並ぶ閑静な住宅地、加えて大型マンションがあるのも特徴になっていますという川上地区の、ちょっとご説明をしましたけれども、そんな川上地区にある前田町町内会の夏祭りが先日日曜日に開催されたということなんですね。前置きが大変長かったんですけれども、7月17日午後2時から、夏祭りが開始しました。はい、まずね、前田町町内会の以前出演もいただいた高島会長のご挨拶でスタートし、また会場の入り口にはですね、検温ブース、それから消毒ブースがしっかりと設けられていました。検温、自動的で検温してくれて、モニターに映るやつですね。なので、熱がある方は絶対に会場に入れないという状態で開催しておりました。当日ね、実は看護師さんも2人、いらしたそうですよ。やはりこの暑さで熱中症対策、それからコロナの感染症対策ということで、看護師さんもいらしたということを聞いています。またね、会場はゲームコーナー、射的とかヨーヨー釣り、それから地産那瀬町の枝豆、ナス、ジャガイモ、ピーマンなども売ってましたよ。私枝豆とナスとピーマン買ったんですけど、すぐに枝豆茹でたんですけど、とっても美味しかったですね。枝についてたんですけど、朝取れたてということで、もうこれはもうすぐに茹でて食べるしかないと思って、もう家帰って茹でて食べましたが、とっても美味しかったです。それから北海道島川町のトマトジュースなども売っておりました。とね、会場はこうステージ設けられてたんですけれども、沖縄三線ですね、三味線の元となるその三線の演奏、ヤールズによるコンサートがちょうど開催されていた時でした。
地元の方たちだそうです。私てっきり沖縄からねアーティストがいらしたんじゃないかと思うぐらい衣装も本格的で歌もとっても素晴らしかったんですけど、そんなコンサートの様子も見ることができました。夕方ね閉会の間際には川上小学校 5,6 年生の有志によるソーラン節もあったそうなんですが、そちらの方はですね、パーソナリティのあゆらさんが取材してくれてますので、また来週ご紹介したいと思います。ということで、戸塚区秋葉町前田町の川上地区のご紹介と、7月17日日曜日川上小学校で開催された前田町町内会夏祭りのお話をお届けしました。ここで一曲お送りしたいと思います。今日はねちょっとシティポップ寄りで特集組んでますので、それなりに楽しんでいただけたらなと思っております。あ、ちょっと待ってください。楽曲がですね、1986オメガトライブで君は 1000% をお聴きください。はい、皆さんカルロス・トシキさん懐かしいですよね。この曲よく聴きましたね。年齢バレてしまいますが、1986で君は 1000% お聴きいただきました。はい、目指せコンパクトシティ東戸塚、モレラ東戸塚のスタジオから生放送でお届けしています。ということでここでですね、東戸塚まちづくり開発委員会から一つお知らせです。明日、7月20日ですね、水曜日は恒例の東戸塚駅駅前清掃を実施いたします。朝8時から東戸塚駅西口駅前広場にお越しください。どなたでも参加することができます。手袋やゴミ袋、またトングをご用意してお待ちしております。駅前広場の清掃にぜひご参加ください。なお感染症予防の対策を徹底して行いますので、安心してご参加いただくことができます。はい、東戸塚まちづくり開発委員会は、2015年にハマロードサポーターと認定されまして、この東戸塚駅西口駅前広場を維持管理しております。その東戸塚まちづくり開発委員会主催の毎月恒例第3水曜日の駅前清掃のお知らせです。明日8時からです。ぜひ皆さんご参加ください。ということでですね、あともう一つお知らせ、 FM 戸塚からのお知らせも一つしたいと思います。この、FM 戸塚の放送でも何度も皆さんにお知らせしていますけれども、8月6日はですね、第7回モレラ東戸塚カラオケコンテストを3年ぶりに開催いたします。午後1時から予選がスタートし、午後4時からは決勝戦が行われます。8月6日土曜日、会場は JR 東戸塚駅西口すぐのモレラパークです。雨天の場合はですね、翌日の7日日曜日に延期いたします。恒例の夏祭り同時開催なので、夏を満喫しながらコンテストを楽しめるイベントになっています。そしてですね、そのコンテスト形式なので、ただいま、参加者を募集しています。実はこれ明日までですね、明日20日水曜日まで、募集しています。優勝者にはなんと10万円の賞金、そして準優勝には7万円、3位は5万円の賞金獲得のチャンスになっています。さらに3位までに入れなかった方でも、戸塚境泉区に在住または通勤通学している方の中で一番得点が高かった方に、なんと3万円の賞金獲得のチャンスがあります。いわゆる戸塚賞というものですね。はい、そしてね、採点がこれすごいんですよ。カラオケ機器、ライブダム AI を採用します。第一交渉のカラオケ機器ライブダム AI を採用します。今年はエントリー全員から得点上位10名、
ちょっと予選の説明ですね。エントリー全員からまず得点上位10名、そして戸塚区、栄区、泉区在住、在勤、在学の方の中から戸塚枠としてさらに5名の皆さんが決勝に進出します。高得点を目指しながらイベントを一緒に盛り上げてくれる皆さんのエントリーをお待ちしております。実はこれ大好評でですね、エントリーようやく明日までなので皆さん、はい、で人数を超えてしまった場合は厳選なる抽選ということなので、こちらご理解いただければと思います。第7回モレラ東戸塚カラオケコンテスト開催は8月6日土曜日、時間は午後1時から予選がスタート。はい、夏祭りはね午前11時からやっております。会場は JR 東戸塚駅西口すぐのモレラパークね、会場の模様はライブで動画配信、そして FM 戸塚の放送でも生中継します。イベント当日は感染症対策にご協力お願いしますということで FM 戸塚からのお知らせでした。はい、ここで1曲お届けしたいと思います。シティポップということですね、松原美樹さんの真夜中のドアステイウィズミーをお送りします。ちょっとね若くしてお亡くなりになったということです。とてもすごく歌唱力の高い方だったんで、ちょっと私なりの感想を言ってしまいましたが、松丸べきね真夜中のドアステイウィズミーお送りします。お送りした曲は松原美樹で真夜中のドアステイウィズミーでした。より良い街づくりを目指して、東戸塚の街づくりにまつわるトピックスをさまざまな切り口でご紹介していく番組、目指せコンパクトシティ東戸塚をお送りしています。さて、実は昨日はですね FM 戸塚のお昼の生放送、戸塚井戸端会議の町内会コーナーで柏地区連合町内会会長の斉藤純一さんがご出演してくださったんですけれども、実はこの目指せコンパクトシティ東戸塚で昨年一昨年からずっと柏地区を特集してきて、その中で柏町未来緑地ができるまでのお話を、ね、ずっと取り上げてきたので、その後の活動ということで昨日町内会コーナーで斉藤さんお話しくださったんですね。実はこの町内会コーナー時間が約10分間弱しかなくてですね、もっともっとお伝えしたいことがあり、ちょっと今日おさらいをしたいと思います。はい、このね柏町未来緑地なんですけれども、まずこの場所というのは白楊台隣接緑地という、ね、名前だったんですけれども、横浜市立柏小学校の裏にある丘上の緑地だったんですね。県営白楊台アパートの外れにあり、緑豊かで頂上に上がりますと西には富士山、見渡すと戸塚区のもっと先まで一望できる素敵な場所なんですね。昨年8月に連合町内会会長の斉藤さんにご許可をいただきまして、実はこの目指せコンパクトシティ東戸塚が取材に伺いました。まだその時はですね神奈川県により整備されている途中だったんですね。まだいくつかこう土を掘り起こしていたり、整備していると本当途中に足を踏み入れたんですけれども、ここの頂上にですね実はこの緑地が誕生するきっかけになった供養塚というものがあります。この供養塚についてちょっとご説明をしたいと思います。明治41年、今からだいたい115年前ぐらいにですね建てられたと言われているそうです。もっと昔の今から約800年前に天台宗の白眉山、柏山と書いて白眉山と読むんですけど、その宝満寺、今の上昇寺の
鐘は、昔供養塚のあるところ緑地の頂上にあったということでした。その鐘がですね、いずれ盗賊に盗まれてしまい、供養するために松が植えられました。その松は大変大きくて、大人が 6,7 人手を広げて抱えるほど、まあ、その太陽が当たるとその影は不動坂まで伸びていたということですね。あのちょっと位置関係が皆さんちょっとピンとこないかもしれないんですけど、不動坂までその影が伸びるってすごいことでしてね、はい、あのちょっと皆さんぜひ地図を今度見ていただければと思うんですけど、その緑地はあの柏小学校にの裏にありまして、そこから不動坂までどのぐらいあるかというので分かると思います。昔の、ね、方は、まあ、子どもたち枝に登って海を眺めたり遊んだり、地元の人たちに大変愛されていたその、松だったんですけども、長い年月を経て枯朽、いわゆる枯れてしまったんですね。供養塚はその松を供養するために建てられたと言われています。はい、ということでこの供養塚というものは何かと言いますと、まあ、松大事に育てられたその松を供養する塚だったということです。そしてその供養塚は地元の人たちに守られてきたんですが、あの周辺ではですね、昭和44年、柏小学校が川上小学校から分離独立した後からここの辺りも宅地開発が始まっていくんですね。昭和44年と言いますと、今から54年前ぐらいですかね、あ、52年、2、3年前ですかね、柏小学校ができた時にちょうどこの辺りも宅地開発が始まってきます。この供養塚のある場所も県営の白洋台アパートになる予定だったんですね。しかしこの供養塚を守ろうと地元の住民で結成された供養塚保存会により組織的な運動となり、神奈川県や横浜市に請願され、この場所だけは建設予定が変更され、供養塚は守られることになるんです。すごいですね、地元の方々がこう守り抜いたという、こういうことができるということはとても喜びですし素晴らしいなと思いますが、その県営白洋台アパートが完成した後ですね、供養塚とその緑地を守る住民の方々で開発から、その開発から守られ残った緑地は神奈川県から横浜市に移管される予定が、なんとですね、約40年間もそのままになっていたそうです。せっかく残されたこの場所は荒れた状態でした。そこで、ね、斉藤さんたち連合町内会ではこの緑地を蘇らせるために手を尽くしていくんですね。あの結構長い年月手を尽くしてくださったんです。でとうとう、昨年神奈川県により最後の整備がされたという流れとなります。その後横浜市に移管されたことになります。この緑地が柏小町未来緑地となったわけです。ちょっと早口でご説明したんですけれども、あの素晴らしいものを蘇らせてくれたということですね。ざっくり言いますと、あの素晴らしい土地がずっとそのままになっていたんですが、地元の方々の強い願いとそして努力で柏小町未来緑地が誕生となったわけです。ね、話はここで終わりではなくてね、整備が終わった柏小町未来緑地には実はあのつくば市の研究所でクローンとして育っている増田家のもちの木がこの供養塚の隣に移植するお話もこの番組で届けたんですけど、そんなあのいずれかの話も、実現するようにね、今またあの活動を続けてくださっているんですけれども、はい、あ皆さんぜひあの増田家の餅の木というと結構有名なので、いろいろタウンニュースの記事などが出てくると思うんですけど、調べてみてください。その餅の木が枯れて今はなくなってしまったんですけど、そのクローンがつくば市の研究所で育っているという話なんですね。でさらにこの未来緑地にはいずれね、あの柏小学校の今中にあるコミュニティハウスと他の機能が集積した複合施設の建設も構想しているということです。今柏小学校では結構児童数が増えてきてですね、教室がちょっとなかなか、足りなくなってきているというお話もありました。
はい、このように白陽台隣接緑地が柏尾町未来緑地となり、ここにある供養塚の由来となった大きな松の木の代わりに増田家の餅の木がよみがえるストーリー、長い年月に加えてあまりにも広大で素敵なお話でした。はい、まあ、ちょっと今ざっとこの未来緑地についてお話をしましたけれども、先ほど神奈川県から横浜市に移管されたというお話したんですが、現実はですね、その県から市への移管業務というのは300件ほどあるそうなんですね。年間かな、300件ほどあるそうなんですが、完了する物件はね、本当に10件前後だそうです。他のものはね、なかなか引き継がれないで終わってしまったりするようですよ。そうした意味でも、この未来緑地の移管作業は完了した稀な物件で、地域の粘り強い努力があったからなんですね。ということで、先日実は6月25日に地元の皆さんで約70名ほど集まって、この未来緑地を清掃活動したそうです。公園愛護会活動としても今後も定期的に実施するという話も昨日町内会コーナーでお話しいただきましたので、皆さんもぜひこの柏尾町未来緑地、一度足を運んでみてはいかがでしょうか。ということで、お話駆け足でしてしまいましたが、ここで一曲お届けしたいと思います。スターダストレビューで夢伝説、お聞きください。お送りした曲はスターダストレビューで夢伝説でした。 FM 戸塚、毎週火曜日生放送でお送りする目指せコンパクトシティ東戸塚をお送りしています。今日のぐるりコンパクトシティ東戸塚のコーナーは川上地区と柏尾地区の話をお届けしました。ということでですね、地域では、徐々にイベント等も再開している様子なんですね。実はその柏尾地区連合町内会では6月と7月にインディアカの大会をやったという話もね、昨日斉藤さんから聞いたんですけど、大人の会と子どもの会と分けてインディアカ大会開催したようですが、大人はね26チームが参加されて、子どもはね7チームの参加で大変盛況だったそうです。柏尾地区のインディアカ大会、大変歴史がありましてね、大変盛んなんですが、そのインディアカについて今度戸塚井戸端会議の松村さん、ぜひスポーツのコーナーでインディアカを説明してください。私ちょっとあんまりどのようなスポーツかまだちゃんと分かってないんですが、大人から子どもまで、楽しめるスポーツということです。はい、そして、明日は駅前清掃ということをお知らせしまして、今後の予定ですね、実は、10月10日に各連合町内会でレクリエーション大会、いわゆる運動会、開催する方向で動いているということをちらほらと聞いています。すべての連合ではないのかもしれないんですが、体育の日にはですね、この地域の子どもたち、そして大人の方々が集っていろいろ楽しみながら競技をする運動会開催できるといいですね。そしてあと実はですね、神谷部地区のラムーナ自治会さんですね、この月末に夏祭りを予定してたんですけど、ちょっとこのところの感染症のちょっと増える状況で、早々判断されて、実は秋に延期したいということで先日ご連絡いただきました。大変大きな夏祭りということでですね、それが秋に延期して良い秋祭りになるように私も願っています。ということでね、これから夏本番、皆さん暑さに気をつけて、今週も皆さん元気でお過ごしくださいね。熱中症にはくれぐれもご注意ください。湿度と温度が高いと熱中症の危険があります。
外を歩くときはですね、暑くて苦しいときはマスクは外して良いとの、戸塚消防署からもそのように聞いていますので、皆さん電車の中とかそういったところ以外では、マスクを外すことも一つ方法として、選択肢あってもいいのかなと思っています。とはいえ感染症には皆さん引き続き、ご注意いただければと思います。これからどんどんイベントが再開できるよう、いろいろとコロナ対策もしながら、まちづくり開発委員会は、進んでまいります。はい、また来週もこの火曜日11時から生放送お聞きください。そしてこの後12時からは松村優吾さんの戸塚井戸端会議、指揮者の松村さんの今日のテーマは今日のテーマ買い物ですね。買い物いいですね。買い物ってストレス発散にもなるし楽しいですよね。ということでいろいろメッセージリクエストお寄せください。はい、ということで目指せコンパクトシティ東戸塚ラストナンバーは稲垣潤一で夏のクラクションをお聞きいただきながらお別れです。ここまでのお相手は東戸塚まちづくり開発委員会事務局の藤吉祥子でした。それではまた来週もお会いしましょう。皆さんさようなら。